言ったでしょう。グレアドノクターンフレイムハンマー、くしゃーしゃー、やったー、勝ったー。エッグ体重形態全形態勝ったー。いやマジかー、つえーなー。しかも初手痛いの食らったな。いやお、いやシェラハが早々に落ちちゃってたからね。最後うまく、なんだろう、ドキドキとハンマー同時だったかなとか、うまくやってれば削り切ったのかもしれんけど。いや、いけたかと思ったんだけどな。いや、また癒しの水まで癒しのターンが始まるわ。いやマジいけたかと思ったんだけど、いやセラー持ちたし食い持ちたしな。いやまだ私がちょっと下手くそやったな。確かに癒しだと思ってたらクイック。それよ、 LP 攻撃だけは防げない。でここはデバフなし。アップのためにオーバードライブ連携していき、押したらな、回復しとくか。連携でデバフを入れていく。回復しておくか。ちょっとバーガーシンの BP 貯められなかったけども、どう？回復したわ。で、水のモード。
で、偶数ターン。ここは敵の攻撃優しいから、一旦、オーバードライブ回復待つか。アビで即打ち破りかかるけど、逆に言えば即打ち破りは1回行動らしいんで、それで敵の行動を潰せたって考えるのもありかもしれん。まあでも即打ち破り痛いか。即打ち破りされたくないんだったら、うまくその杖ポコをしないターンと使い分けろってことよな。うまくロックファイヤーとかも組み合わせていった方がいいのかもしれん。アクアバイバーいた。で、偶数ターンは優しめターン。ここか。アクアバイパーのターン。あー、シェラハ来ないで。一回覆面回復入れて、後ろと連携しよう。そして形態変化、ギリギリしないか、ギリギリしないか。いやー、してくれないと偶数ターンで獣いっちゃうわ。さっき奇数ターンで獣いかなきゃって言われたけど、ミスったね。これ形態変化しないんか。最悪だね。強い水エッグと強い獣エッグを2ターン連続で引いちゃう。最悪だね。あー、ディフェンスリキッドの代わりに、まあ、ディフェンスとか。形態変化。で、この形態変化が強い獣なので、真珠入れる。いや、
ここでフレームハンマー、まあ真珠か。ドキドキ打ってドキドキ連携して18、後ろが連携したらアウトだもんな。セオは人権効果出すためにオーバードライブしてもよかったか。オッケー、先制した。で、偶数ターン強い攻撃耐えた。オッケー。で、25ターン目に回復入れ。ここはスケールバスターでいいか。次のターンが危ない。次のターンが危ないから真珠回復入れておくか。次のターンに真珠回復入れるか。まあ、真珠は打っとくだろうな。まだダメだよね、連携したら。ギリダメか。ドキドキを一人で先制で打てばいいのか。ドキドキを。ドキドキは絶対オーバードライブで連携しないから、仮にブレイクジョーが連携したとしてもデバフ量は大丈夫かな。15%30%。トーンは前は大丈夫。でドキドキ打ってたからだいぶダメージ減らせて、偶数ターン、次偶数強化解除、若干怖い。強化解除誘発してるからちょっと知力上げすぎ。バッハ神か。ここは後ろだけ連携か。
で、形態変化。あ、後ろ。うーん、やめて。で、音は奇数ターン若干強いけど、単体回復なくていけんじゃないかな。真珠、まあ BP5 あるから単体回復してもいいけど、まあ850にあるし、シェラハさん、オーバードライブ真珠で耐えてくれると信じましょう。で、ディフェンスリキッドは、まあ音のターンで BP 貯めるから、でも BP 貯まんのかな ?1 回くらいスケールバスター打っても。余計なことせんとこか?余計なことせんとこか?ディフェンスだよね。真珠回復で、ヘラハさん1400くらい HP あるから、超音波みたいのやられても多分大丈夫。あ、音は癒しなんで、ここでとにかく耐性を、あ、スライサ元帥はまあいいわ。ここでとにかく耐性をどれだけ整えられるかが重要で、一応次は変わるターンは例の頭のちょい右か。そこまでは、大丈夫。あ、でも、ハーシンちょっと即時炙りかかりそうだから、杖ポコ控えるか。ここでうまいこと、そうね。BP 貯めよう。聖王は、偶数ターンに通常打つ。で、ここはデバフのターン。BP 貯めるか。で、奇数ターンだから、いや、でもここもまだ貯めていいか。うん、もう貯めすぎだけど。まあ、聖王だけは聖筆打って、ここでオーバードライブたまるかな。よし、たまった。で、形態変化か。形態変化させると偶数ターンで形態変
化して石の奇数ターンから始まる。まあ石はどっちでもいいか。グレア、まあ通常で回復しとくか。ビビ貯めて、ギリ行かないかな。形態変化してないかも。それならそれでよし。そしたらここでもう一ターン BP ため。魔聖王は即地破りかかりそうだから通常とロックファイヤー交互にしようか。で、BP 貯めておくために使わないでおく。貯める必要あるかって言われたら微妙か。次、まあでも石のモードのために貯めるか。で、ここは一応奇数ターンなんで性質打つ。ドキドキ打ってもいいかもね。42打ったら弱体解除入っちゃうけど、36だったら弱体解除入んない。でもメディがあるから42入れたとしてここ15上がるの確定してるから大丈夫なんか。違う違う、石だ。危ねえ、メディないわ。だからこれ36ドキドキ打ってもいいな。そうするとフレイムハンマーとドキドキ、これで30か、もしくは連携、あ違う、連携するから36で、こっちが18+15かな。で代わりにクイーンさんは余裕が出るからスケールバスター打って、で溜めてた BP を吐く。で敵の知力アップを見なきゃいけないのか。うわ最悪。上がったね。20上がったってことは、いやでもダメだ、ここ何にもいらんないわ。さっきめちゃくちゃデバフ入れたから、ここは1回知力アップ されたけど何もできん、っていうか何もしなくてよい。ドキドキの次だから通常でもいいか。上がらない、上がらない。で、偶数ターン、デバフのターン。42なんか入れ、あ、42入れても大丈夫なんか。
ここ42入れて大丈夫だから、フレイムハンマーと、フレイムハンマー、セイオは通常して、フレイムハンマー、ブレイク・ジョーが連携したとしても解除はされないし、まあどっかで知力アップされるからどうせ問題ないでしょうって感じか。連携した、曲がらない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 、めちゃくちゃ無理な。で携帯以降はネット普通の頭、携帯移行するかもしれんな。携帯移行は奇数ターンでメディだから、ここで携帯変化してくれれば偶数ターンで始まるのか。ここは携帯変化してほしいな、携帯変化してほしいということは真珠打つか。いやでも真珠もったいないのかな。真珠打って ディフェンスリキッドか。いやこのターンクイーンズパニ、スケールバスターっていうのも全然あるんだな。ただ木のモードを移行するよな。木のモードに移行してくれるのであれば、こっからブレイク上連打で打ちたいかもしれないっていう状況になるかもしれないから、やっぱ BP は貯めておこうとなると、これで移行しなかったら最悪。絶対移行するわ。オッケー。上がらない、上がらない、めっちゃ優しいな、なんかめっちゃ優しい。なんだこれは。え、携帯変化してない？あれ、なんでギリ携帯変化してない、これ。おっと、最悪。奇数ターンで入りますね、敵。あー、さっきじゃあ、強い攻撃打っとくべきだったんか。そうか、熱の頭で携帯変化だけど、微妙に足りてないのか。まあ、仕方ない。となれば、ここはデバフのターン。うん。連携して、24、ここ42入れても絶対ここでメディ発動だから、んだから、バッファシンがフレイムハンマーする、バッファシンがフレイムハンマーして、で聖王は BP 貯めながらドキドキに備えておき、でブレイク上で連携するけど、最悪知力アップ入んなくても大丈夫。ここまでノクターン打っとくか。デバフ入る、入る。上がらない、ダメージゼロ、上がらない。今回なんかめちゃくちゃいいな。
最後に固まってくるっていうのだけやめてほしい。で形態変化、で絶対ここメディ来ること確定してるから15アップは確定。読みでこういうことやるとアップしちゃうから、ここは無難に何もしない。そして、メディを相殺するためにあらかじめネビュラ打っとく。メディ相殺のネビュラをあらかじめ打っとく感じかな。で、トツの頭で形態変化だから、なんとかそこまで やり過ごす。で、あらかじめ下げておく。めっちゃ上がるな、セオ。知力上がる！ここに来て上がるのか、読みでも入れておけよかったか ?35 だね、これ。このターン。35、ただネビュラ入れておいたからデバフは入りそう。ということはここで42入れても大丈夫だし、絶対やるべきはフレイムハンマーと、いやドキドキ入れるか、まあ、仮に最大値ってなんだこれ、18+18+24 で、ここで絶対メディが来る。大丈夫よ、全力するか。全力するのであればフレイムハンマー打ってドキドキ打ってさらにブレイクジョーまで打って、でここはネビュラにビビ貯めるために打たない通常。まずドキドキが単発入る。これ 15% ダウン。デバフ入る 20%。 フレームハム入る 15%。 上がらない、1回上がる。上がらない、1回上がる。で、ここが連携しなかったから、50。ただ、50ここでマックスでかけまくったから、だいぶ余裕はある。だいぶ余裕はあるから、これ24、これ24。うわ、ここ。ここあれか、24だから、クイーンさんが連携して敵が知力アップしなかったら弱体解除。そんな時のためのフレームハンマーか。そんな微調フレームハンマー打つか。まあ、知力アップを読めって話なのかもしれないけど。いや、でも、シェラーさん死ぬかな？微調フレームハンマーしてえな。いやー、アップしなかったら弱体解除されちゃうもんな。微調のフレームハンマーして。1回ドキドキの後だから BP 貯めて、スケールバスターでなるべく早く移行させるか。結構 BP は今余ってるから、で目に備えてネビュラ、シェラハさんが耐えるかな。小さく入る。あ、シェラハ、あ、回復だったか。デバフ入る。
即打ち破りで行動を使ってくれた。逆に良くないか逆に良くないのか。助かりはしたけど良くなかったかもしれんな。これ形態変化しなかったし、ギリ形態変化しないのか。いやでもここ確定で形態変化だな。いや形態変化してくれよ、はあ、最悪や。マスヒール打つか。いやなんかいろいろやったことが裏目に出てんのかな。でドキドキとブレイク上連携したら次絶対こうメディじゃないからまずいということで、ここは 20% 下げだけにしなきゃいけない。ここでめちゃくちゃ知力上げられて状態以上にかかんなければ大丈夫か。頼む。デバフ入る。オッケー、精神下げた。完璧。知力アップすんな、知力アップすんな。しない。しない。しない。え？あれ、トツの目っていう話じゃ。言ってないですか言ってないですか。これ、形態変化しないですか。これ、さすがに形態変化してよ。じゃあ、もうこれ、メディ確定じゃん。これ、メディ確定。24上がったらアウトだから、ここはドキドキか。移行せんのか。この、ちょっと今、私が画像を引っ張ってきた画像だと、トツの上で言ってんだけど、ミリ足りない？ドキドキ打って、ここでドキドキ打って、で、ブレイク上とかは絶対打っちゃいけないから、で、次のターンにデバフ、火のモードで腕力デバフとか入れたいから、ここは一旦、通常で耐える。いやー、もう耐えてくれよ、頼むよ、マジで。知力上がんな？頼む、頼む、頼む。ここ乗り切れば勝ち。上がらない。上がらない。メディ。勝った。勝ったでしょ。いや、火のモード舐めすぎ？ちょっと待って待って、火のモード舐めすぎ？ここからは、間違って解除されない限りは大丈夫っていう話だったから、ここで入れていいのは 24% 入れても引っかからないから、24% は絶対大丈夫。で、HP 状況も良いから、回復はまだしなくて良い。バッハ神は貯めて良い。で、聖王も貯めて良い。で、ブレイク上とノクターン。で、今回はシェラハ生きてるから、素早さデバフも入る。あ、違う、これさっきドキドキ打ったんか。で、弱体解除は入ってない。いや、今回めっちゃいい引きした。知力。知力ダウン入る。デバフ入る。ちゃんと精神避けたし。ブレス。まあ、いないよ。オッケー。
HP 状況的には、いやもうここで全力出した方がいいから、真珠打つか。いやでも全力出しすぎると怖いのか。多分死にはしないから一旦貯めるか。一旦貯めて、大丈夫だよな。マハシンさえ死ななければ最悪起こせるし、まあ、慎重に行こう慎重に行こう。繊細一具慎重に行こう。豆に入る前にドキドキフレームブレイク上、そうだね、だの左くらい、だにのあの縦棒、辺の縦棒くらいで変化。意外とここも回復いらんか。意外とここも回復いらんか。一回くらいでも真珠打つ余裕あるな、多分な。ダの左行くのに。オーバードライブ使うのか。真珠オーバードライブ使わないで取っとくか。で、聖王 BP 貯めて、で、ここで2418最悪連携して入っても大丈夫。ちょドキドキ2連発までは BP 溜まんないかもしれん。で、BP 溜まる。面さん強すぎ。でここで覆面さん一応グレアードオーバードライブして、でバッハ神貯めたいよね。バッハ神貯めてもろて、で聖王はさっき貯めたから一回歌って、でここで後でブレイク上連打するために貯めたいが、ワンチャンクイーンズパニッシャーって話もある。貯めるか。豆モードに入った後ブレイク上連打したいから、ディフェンスリキッドにして通常。焦るな焦るな、多分勝った。覆面が受ける。真珠1回入れるかどうかだけど、ここはまだ移行しないと思うから一旦温存するか。即地破り若干怖いから、杖ポコだけにしないようにしておいて、でここ24入っても大丈夫だから、2418入っても大丈夫だから、連携しないから2015か。慎重に、マジ慎重にいけ。うわ1220、怖っ。やめてやめてやめて。ナイス。ターン終了時1105回復はでかすぎでしょう。いやここ移行しそうだからデバフ入れたいけど、最悪移行しなかった時に怖いから、ここはまだやらん、まだやらん、まだやらん。あーんで一応真珠打っとくか。で次
オーバードライブ連携でフレームハンマーに残すか。で、あ、ドキドキ1回しか打てなくなるけど、いやでもここのターンしのぎて、多分ここしのげば次オーバードライブ連携でめちゃくちゃデバフ入れて豆モードに移行できるから、ちょっと BP 使っちゃうけども、ここは一旦安牌でいくわ。まあアビリティ回復もしちゃったけど、でここでは形態変化しないから、動画見ながら誰を連れていくか。いや、バッハシン結構良かったよ。結構ね、タイム組んで最初やったけど、バッハシンの方が火力あったから良かったかもしれん。で、ここ、うわー、シェラハか。いや、シェラハ回復入れるか。単体回復。絶対形態変化はさせたいから、グレアドして、本当はここでフレームハンマーしたかったけど、死にたくないので、死なせたくないので、アースヒールにして、で、デバフはめっちゃ入れていいから、ドキドキ。ドキドキブレイク上連携。で、あ、違う、ブレイク上連携で、ノクターンも連携で入れてよい。ドキドキだからこれもプラス36か。これで絶対安牌。いや、今回アースヒールするだけの LP も残ってたし、知力バフめっちゃされなかったし、勝てと神が言っている。ここで死ぬべきではないと。え、それは死亡フラグだって。そうかもしれん。待て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 。で、形態変化。で、これ形態変化するから。で、もう奇数ターンだけど、形態変化したら、もうこっからは弱体破りないから、本気デバフ、全員生きてる。もう100勝ち。99.9% 勝ち。で、もうここからは、もうフレームハンマー打ちまくれば敵は雑魚。で、ブレイク上打ちまくれば敵は雑魚。TJ さん、またありがとう。いつもね、ありがとうね。24と。いや、TJ さん、勝ったよ。勝ったよ、勝ったよ。いや、詩人さんもね、あれらしい。バハシのところは詩人さんでも全然いいらしいよ。ゼロ。よっしゃ。期待しよう。いや、まで、まだ、まだ笑うな。まだ笑うな。まだ笑うターンではない。いたもちつか。そして、まあ、知力上げるのも重要かもしれんが、もうロックファイヤーで火力出してよい。あ、もうドキドキに貯めるか。ドキドキ貯めるために。さあ、ノクターン15。ブレイク上20。見てくれ。敵の HP、あとちょっとよ。右上のボタンを押すと負けられます。バカ野郎、バカ野郎。やめろ、やめろ、やめろ。充電、充電確認ね。オッケー、オッケー、オッケー。あの、サガフロ実況ブルー編、最後の最後で充電切れたからな、ボス戦の。そして、ここで、グレアド、フレームハンマー、ドキドキ、ブレイク上、ノクターン。勝った。勝った、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 勝った。いったでしょう。グレアド、ノクターン、フレームハンマー、くしゃーしゃー、やったー、勝ったー。エッグ体重形態、全形態、勝ったー。しゃ
エッグ全形態勝ったわ。よっしゃ。いや、敵の行動パターンを覚えたっていうのもでかかったし、エクセル表でしっかりデバフ管理したし、知力デバフ、いや、敵の知力バフが少なめだったし、やったー。何回目の挑戦くらい ?8 回目くらい。よっしゃー、ありがとうみんな。減衰計算にメディ先読め、もう入れてよこれ、もう次のターンにメディされることを考えて、奇数ターンにメディされることを考えた偶数ターンのデバフ入れてたからね。この50、この50はメディを考慮した50よ。この50聞いたかもしれん。いや、グリグリさん、バッハシンやったな。いや、ありがとう。バッハシンじゃなかったら多分ターン数かかってたから、いろいろ足りなかったと思う。